はい、どうも、コミです。さて、本日は、関西クラクラクラブ、またですね、こちらホームからお届けする形になるんですけども、今日はですね、クイヒードラゴン系の戦術を中心に見ていきたいというふうに思います。まあ、中心っていうか、4つリプレイがあるんですが、全部これですね。はい。で、クイヒードラゴンって、まあ、今このドラゴンが強い環境の中、なんでクイヒなのって思う方がいるかもしれないんですけども、比較的ですね、対策がピンポイントでされにくいっていうのがあります。クイヒにあまり対策振りすぎちゃうと他の戦術にやっぱ弱くなっちゃうっていうことから、ある程度クイヒってまあ技術がいて難しいじゃないですか。だからもうなんていうのかな、ミスをある程度誘発する罠を仕掛けておきながら、全振りクイヒっていうことはせずにドラゴンラッシュとかそっちのね、方のメジャーな戦術に皆さん対策を振っているケースが多いです。でまあ、いろんな配置をコピーしてきてもそういうパターンがよくあると思うんですけども、まあ、ですからこそこのクイヒードラゴンっていうのが、幅広くいろんな配置にまんべんなくこう刺さるっていう意味でトッププレイヤーが非常に愛用している戦術になっているかなというふうに思って、で本日はそこのねお話をしたいというふうに思います。でうちのクランで言うとジョーカーさんがこれめちゃうまいんですね。この戦術がマジでうまくて、まずこれ1本目見ていこうと思うんですが、これね、クイヒをどこに入れるかがポイントです。基本的には、絶対ではないですけどね、クイヒ外周歩かせることはしないんですね。中に入れていくんですけども、今回ここから入れていきます。で、ジョーカーさんが見たポイントっていうのは、この中に入った時に、アーチャークイーンが、相手のクイーン処理できます、イーグル砲を壊せます、投石機も壊せます、援軍も倒せますっていう、このね、まあ、4つの仕事をできるところに着目したのかなというふうに思います。で、もしもね、この投石機がこの辺にこうあったりして、アーチャークイーンが壁の中からこう射抜けませんよっていう場合、これはおそらくやらないはずですね。こういう場面 に出くわしてしまうようであれば。っていうのは、アーチャークイーンが横打ちされないことがこれ非常に重要で、横打ちされないような、場所に入って、で抑打ちしてきそうな防衛を壊せるかどうかなんですね。これ今アーチャークイーンしっかりとこれ投石を壊してますよね。で体力が減った時にはインビジを使って、レイジインビジの状態で体力を一旦マックスまで回復させるっていうね、まあ、いわゆるそのベホアとかケアルガと同じような意味ですね。スプエニのゲームでいうところの。クローク使うと確かに、一瞬で全回復するんですけども、これ本当もう緊急回避、もう最後の最後ですね、クロークを使うのは。で、なるべくならクロークを使う前に、インビジの呪文を使って体力を回復させるところまで計算に入れながら、一旦ね、クイーンが蘇る前提で、この効果力は突破できるなというふうに踏んだっていうところですね。まずその着眼点。で、それを使うことによって、この辺のクロスも含めて、主力の防衛をこう潰していくことができる。で、唯一横打ちしてきそうなこっち方面ですね。ここに関しては、キングを流し込んでいくことによって、カットするっていう感じですね。そうすると、アーチャークイーンが必然的に壁を殴って、この奥側に入っていくことがわかるので、これでタウンホールを取っていこうっていうね、このプランニングもまあお見事ですよね。壁を殴ることまで計算に入れているっていう感じです。これはもう完全に計算に入れてますね。それをしたいから、させたいからこそここをキングで削ってるっていうことですね。で、狙い通りしっかりアーチャークイーンはタウンホールまでクイヒの状態を維持して入っていって、レイジを使って、今一瞬ですね、これヒーラーにタウンホールのターゲット人が届いちゃったんですけども、そこをフリーズで固めて、フリーズが切れる前にアーチャークイーンレイジをかけてタウンホールを早期撃破することで最後までクイヒを生かしていくという、これができちゃうとねもう止めようがないですね。クローク残してインビジが残ってるんで、でドラゴンライダーの残り方もこの数ですからね、すごいですよね。圧倒的な展開だ。こういう風にクイーンのそのミスっていうのをせずにちゃんと運用できるプレイヤーであれば、取れてしまう戦術、かつ対策が、まあ、そんなにピンポイントでクイヒードラゴンに振りにくいっていう、今の環境。まあ、この2つが、ミックスして、今のジョーカーさんのアタックみたいな、まあ、強烈な展開が生まれる、っていうね、まあ、そんなような戦術になってます。なので、まあ、極めがいのある戦術ではあるかなっていうふうに、個人的には思いますね。で、さっきは、火力の高いところにあえて入っていきましたけども、また逆に火力の低いところを入れていくっていう方法もあります。で、今回のジョーさんのクイヒっていうのはこっち側ですよね。投石機とかインフェルノとかがあんまりないところ、
なのでクイーンを一撃必殺でやっつけてくるユニット防衛が少ないわけですね。ここを狙っていきます。まあ、相手のロイちゃんは怖いんですが、しっかりこれはレイジ状態で倒していきながら、クロスのターゲットとかは、同じくレイジヒーラー状態で回復力を上げて突破していくと、ね。バーバリアンキング、これ、外周部分を歩かせてますが、これ別にミスではありません。中に入れたかったんじゃなくて、外側をこうカットしていくことによって、アジアクイーンがまずこれ、あらぬ方向にこう逸れてしまうことを避けるために、壁の外になんかアーチャークイーンが出ちゃったりするともう最悪なんで、そうならないようにカットをしているというところですね。で、さらに後ろからウッドランチャーを入れることによって、こうタウンホールまで壁を開けていって、アーチャークイーンがさらにこう中に進んでいく状態を作る。で、さらにこれ面白いのがね、このウッドランチャーでこの部分っていうのをこう、カットしてるんですよね。パッと。で、さらに上から来るドラゴンライダーたちもこうね、アーチャークイーンが向かう方向に向かっていく。なので、こういう風に、なんか円錐型っていうのかな。アーチャークイーンの、射程範囲っていうのが限定されて、そのまま中へこうね、入っていく。で、ドラゴンライダーとウッドランチャーと相まって中心部分に向かっていって、別のユニットが集結したこの中心部分で最大火力を発揮していく。レイジ、トーム、フリーズ、ガンガンガンって使っていって、全部、タウンホール周りを蹂躙。で、残った防衛に関してはもう惰性で突破していくっていう感じですよね。いや、このパターンうめえな。本当に、これはね、ちょっと、ウッドランチャークイヒっていうのは、まあ、比較的よく見る、戦術ではあるんですけども、正直僕ね、ここまで綺麗に決まってる例はあんまり見たことがなかったですね。ジョーカーさんのこの5番攻めはマジで、衝撃受けたっていうか、感動したな。発想ですよね。この、なんていうかな、パターンとしてまず、ウッドランチャークイヒっていうものがある。で、クイヒの後ろからウッドランチャーを入れていって、壁を殴り開けさせながら、クイーンの進行上にある主力な防衛の体力を削っていくっていう、まあそういう概念の攻め方。まあこれは一般的、まあ比較的一般的だと思うんですけども、それをこうね、ちょっとずらす。クイーンをこっちから出して入れていきながら、ランチャーをこの部分から出していって、こう、ちょっとね、横を並列で平行で歩かせるっていうパターン。これによってクイーンの下方面のそれをなくしていって、で上から来るドラゴンライダーとこうなるべくね、一緒になって合流するような格好を作っていくっていうのは、かなりうまいなっていうふうに、思いますね。でもですね、まずここの、カンクラでは2本、ね、ジョガさんのアタックを見てもらったんですけども、もう2本、今日はですね、ちょっと紬組さんに移動して見ていこうと思います。紬組さんのね、タンホール14って、ほんと世界トップクラスのプレイヤーしかいないっていう、超、エリートって言ったら失礼だな、なんていうの、もう超凄腕集団なので、その中で出てくるクイヒードラゴンがどんな攻め方をするのか、ぜひね、見てほしくて、ちょっと月に行ってみたいと思う。はい、こちらになります。で、翔一さんのアタックですね。これね、突撃艦の使い方がめちゃうまいんですよ。これイエティを使うんではなくて、中にゴッピンが入っていることによってタウンホールを壊すのに呪文を全然使いません。で、ドラゴンを警戒するあまりですね、最近はこのタウンホールの裏側と言われるこっち方面ですね、こっち方面奥側の方にトルネードがあるっていう村が多いので、まあ、そこを逆手について突撃艦短期タウンホールを落としながら、これめっちゃうまいな。これ今フリーズポイズンで相手のストライカーとスーパーカーゴイルをもうノーリスクで潰してきましたね。これはうまやばで、それをすることによってタウンホールからの横打ち、これがなくなるので、しっかりとアーチャークイーンこの壁の中に入ってくれさえすればクロスボウも壊せるし、奥のこの壁を開ければ投石クイーン、なんだエアスイーパーとかこの辺を一掃できるわけですね。こっちの対角も見れますっていう感じで、ここに入った時のアドバンテージがめちゃ大きいんですね。ここさっきのジョガさんが入ったあの区画と同じで、急所となる区画にどう入れるか、入れる時にまずタウンホールが邪魔だからタウンホールはなるべくローコストで落としましょう。落とした後、ね、そこに誘導するのにアーチャークイーンをここから出していって壁を2層開ける。逆側のサイドに関してはイエティとベビドラでそれぞれカットしていくということで、アーチャークイーンが壁の外からに出てしまわないようにケアをするっていう感じですね。でこうやって、中心部分の方にさらにアーチャークイーンを向かわせていくわけなんですけども、そこからね出すこの、ドラゴンライダーの部隊の使い方がまた面白いとかうまくて、要はこの辺までこうクイーンでカットができているわけですね。こういう風に
カットができてるんで、まあタウンホールだと次なんですけども、でここの外周部分をキングでカットするんですよ。この形なんか見たことありません？これディガホグと同じですよね。で残ったこの隙間の部分にドラゴン、間違えた、ドラゴンライダーを撃っていくことによって、ドラゴンライダーたちのルートっていうのが、アーチャークイーンがさらにこの真ん中に今これ入ってきてるの分かりますかね、こう入ってきてるんで、ここまでこうアーチャークイーンが壊してくれる、キングはこっちを壊してくれるということで、こういうルートが綺麗に出来上がるんですね。これがね、うめえ。うまい。さっきジョーカーさんは、ウィーンを、伸ばすためにキングを使っていたんですけども、長一さんはドラゴンライダーを伸ばすためのキングの付け方っていうのをやっていましたよね。で、どっちがいいっていうには一概にこれ言えないと思うんですけども、まあ、今みたいにキングを外周歩かせて、アーチャークイーン、クイヒードキングでドラゴンライダーをサンドイッチさせるっていうこの構図っていうのは、まさにディガホグで よく見られる形で、すごくね強いパターンの一つでもあるんですね。なんでそのパターンにはめることができたっていう点で、かなり、このプランニングの刺さり具合が見て取れますし、この攻め方ができるようになると、もうあれですね、今度、ドラゴンが、まあ、弱くなったりなんだかして、ディガホグの時代とかいう風にまた戻ってきたとしても、ディガホグは全然ユニット変えるだけで使えちゃうっていうね感じになるので、なんか可能性のあるその攻め方かなと思って、練習したくなるアタックではある気がしますね、これで。やっぱり今見てもらったそのなんていうのかな、突撃艦のゴブリン、っていうのもすごくうまいんで、あとね、これすごく重要テクニックだと思うんで話をしておくと、これ手前にこうストレージがあると、ここで突撃艦が起こったりするリスクっていうのがあるんですね。そうするとタウンホールが壊せないと。なんだけど、それがもうほぼほぼないことが分かっているので、庄司さんここにバルーン1個当てて、ここのスペースにあるホーミングだったり、これね、まあこれは多分ないと思うんだけども、チェックしたって感じですね。チェックしていって、突撃艦をこの隙間から投げていくとどうなるかっていうと、これまず、なんだっけ、対空砲が届かないエリアですね。この直線上のこの部分で。直線上だから。届かない。で、かつ、トルネードトラップがこの隙間のここにあったとしても、ぐるぐる回ってるうちに手動でタウンホールの上にドーンってアップして落としちゃえば、この、ダクエリの、タンクにゴブリンが向かうような位置に落とさざるを得ないっていう事故は避けられるわけですね。でそれが分かっているからこそ、これ短期で突撃艦をこれ突っ込ませていって、で、おまけに援軍まで連れちゃってるもんだから、そこにポイズンフリーズかけて、きっちり処理していく。この辺の臨機応変な判断がマジでうまいし、これは、ドラゴン系の戦術を使う上でも、ま、このクイヒードラゴンに限らずですね、すごく便利なテクニックなんで覚えておいてもらうといいかなっていうところはあります。で、もう一個はですね、モカさんの釣りですね、見ていきたいというふうに思うんですが、これもね、やっぱり、コツが詰まってるなっていう感じで、突撃艦でこの、投石を落としていくんですけども、普通なんかドラゴンを使う場合って、あんまりこう、陸のね、イエティとかを使いたくないっていう風に、直感的に考える方が多いと思うんですが、これ、考えようで、クラン城のある、この、エリア内に、イエティが入んなければ別に陸の援軍を呼ぶこともないので、こういう風に、イエティを使っちゃうっていう考え方もありますし、クイヒーをその後展開する場合っていうのは、仮に援軍釣っちゃっても、クイヒーで、まあ、ほぼほぼノーリスクで処理ができてしまうので、イエティを、まあ、ソラス戦術の、ドラゴンっていうソラス戦術を選んでるんですけども、クイヒーを混ぜることによって、陸に対する、その、なんていうのかな、懸念を払拭できてしまうっていう点ですね。これが大きいかなと。で、バオリアンキングの使い方は、さっきの1、2本目のジョーカーさんと同じで、アーチャークイーンを伸ばすために使ってますね。このサイド側はこっちをカットしていくわけなんですけども、このキングの使い方って、いわゆるクイヒーラバルと同じ使い方になっています。で、クイラバをするときって、こんな風にキングを使って、アーチャークイーンの、横打ちをされそうな場面を減らしていく。で、かつ、アーチャークイーンが反れないように、ちゃんと向かわしたい方向に向かうようにカットをしていくっていうね。2つの意味を持ってやるんですけども、
まあ、その効果っていうのを今回もふんだんに使ってますね。フィストもちゃんと切れたタイミングでキングが落ちる、使うタイミングもバッチリですね。でさらにアーチャークイーンが、壁の外からこれタウンホールを殴れるっていうところがまたポイント でこのね壁の外から殴ることによって、タウンホールの爆破ダメージだったりポイズン効果っていうのをもう無意味なものにしちゃうんですね。これ爆発して今ポイズンが、発動しましたけども、実質ここにアーチャークイーンが到達する頃にはポイズン切れちゃってるんで、ポイズン効果意味ないんですね、もう事実上。っていうことから残りのユニットたちが当然、タウンホールに当たらずに済むから、ポイズン効果はやっぱりこれまた、意味ないものになるし、でアーチャークイーン本体もこのポイズンの上に乗らないから伸びが違うしっていうことで、クイヒを使う上ではなるべくポイズンの効果範囲内にアーチャークイーンが入んないようにこう誘導していくことができるんであれば、見れば壁の外から抜けるんであれば抜くプランを選ぶっていうところで、モカさんかなりこれこだわったポイントなんじゃないかなと思うんですけども、こだわってなかったらモカさんごめんなさいいや違うよみたいなねあることもあるかもしれませんけども、多分そうだと思う。この壁の外からの打ち方っていうのはもうすごい綺麗だったし、まあ、そんな風なねところっていうのを着目しながらクイーンルートを作っていく。でそのクイーンルートを歩かせていくときにちゃんとアドバンテージが取れるルートになっているかどうかってことですね。相手の投石機とか、インフェルのクロスボウ、この辺をきっちり、あとまあドラゴンライターを使ったりする場合には対空砲もかな、をしっかり降りながら進んでいけるルートなのかどうかっていうところ、これが見えてくるのであれば、クイヒドラゴンっていう戦術の選択肢が得られると思うし、今回のケースやっぱそうですよね。こう対空砲がここに1本あって、アーチャークイーンもいて、ドラゴンライダーってアーチャークイーン殴れないので、アーチャークイーンが倒せます、インフェ倒せます、対空砲壊せます、突撃、投石も壊せます、タウンホールも壊せますというね、もういろんなところがやっぱりこのルートで壊せる、というところが見えてくると、このドラゴンライダーのルート作りプラス邪魔な天敵施設が、排除できて、これは前回は伸びるなっていうプランニングが描ける。で最終的にはドラゴンライダーめっちゃ残ってましたからね。クイヒーってやっぱりこういう風にうまく運用ができる人が使うと圧倒的にこう余力が残せるっていう意味で、まあ、どれだけその、戦術としてのポテンシャル の高さがあるのかっていうのは見てもらってすごく分かりやすいと思う。まあ、その分難しいので対策がされてなくても、予想外な方向にクイーンが行っちゃって事故するとか、まあ、いうケースは多々あります。なんですけどもそこを超えてある程度コントロールが効いてくると、今見てもらったような攻め方っていうのが自分でもできてくると思うのでね、ぜひ参考にしてもらいながら試してみてもらえたらなというふうに思います。すごくね今回の動画っていろんなテクニックが混ざってたと思うんで、そういう細かいテクニックもぜひね、普通のドラゴンラッシュだったり、あとは、まあ、他のいろんな戦術ですよね。そのペッカイエティをするにしても、ペッカイエティもそうかな。あとペッカスパービスとか、陸の戦術をするにしても、いろんなチップスが散りばめられていって、それが参考になったと思いますのでね、ぜひ役立ててもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、クイヒドラゴンの戦術を中心に、そこに含まれている、まあ、いろんな、小技みたいなものっていうのを、こうつまみながらですね、話をさせてもらいました。かなり、中身が濃くなってしまったんじゃないかと思うんですけども、まあ、参考になるポイントいっぱいだと思うんで、ぜひ、チャレンジしてみてもらえたらというふうに思います。で、私のチャンネルなんですけども、こんな風にですね、タウンホール12から14までの、クラン対戦の解説の動画、中心にやっております。で、これからもですね、このような感じで、皆さんの参考になる動画出していきたいというふうに思っておりますので、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。